地震の時は自宅にいました。揺れはもう本当にやはり普通の地震ではないなと、かき混ざるような揺れだったので、もうテーブルの上のものもザーッと落ちてしまうという、それはそうでかいでした。車の中で生活してるっていうお友達と、あとご近所のところでお世話になっているっていうお友達がいたので、友達3家族が来て、全員で4家族でちょっと生活をするようにしました。他のそれぞれのお母さんたちのやる知識とかをそれぞれが出し合って、まずは子どもが恐怖に思う、怖がらないように、それがトラウマにならないようにということに心をかけました。こういうふうに大変な時にみんなで協力できる相手がいたということはすごく心強かったです。あとご近所の付き合いも大事かなとは思いました。やはり年配の方にお水がもしなくなったらどうしようっていう話をしたら、そこの地域の中に例えば防水用の水が置いてあるところとか、もしも水がなくなったらそこから汲んでおいでとか、そういったちょっとした昔の人のその知恵というのを教えてもらえると、あ、こういうこともあるんだなということで、とっても参考になりました。